はいどうもみなさんこんにちは、ゆすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回もぷよテト実況やっていきます。やっていこうか。ここ最近マイクラの動画ばっかりだったのでぷよテト動画が少し久々な気もする。そうだな、やめたのかと思ったぜ。いややめたりなんかしないですよ。ぷよテトにだってもう発売日近いじゃないですか。続々と情報がたくさん出てきているよね。そうだね、楽しみな要素はたくさんあると思います。マイクラに裏切ったな。いや、そういうことじゃないですよ。このチャンネルの需要を広げたいなと思って。要は視聴者をもっと増やしたいってことだろ。まあ簡単に言えばそういうことなんです。前日でマイクラがしていたことなんて今までなかったからね。まあ今後はぷよテトとマイクラ交互に出していきます。あれ、ぷよっぽはやらないのか。ぷよっぽはたまにやりたいと思います。なるほど。ってことで実況しましょうか。相手はお気に入りかな。規定がちょっと厳しそうだね。それに対してこちらは規定がいいので割と人気ではあると思われる。このままテトリス打ち続ければ勝てそうだね。あ、ここで全員ものを秘密をしてしまう。このミスはちょっと嫌だな。 PSD で消化しても一段残してしまうな。いやでもあとちょっとなんだよな。ここでミスりたくはないけど、自分の思いとは裏腹にどんどん規定が悪くなっていく。これ逆転負けあるんじゃないの。もういい、これは規定を悪くしてもいいからテトリスを打ってとどめだ。いやギリギリ刺さらないかったな。っていうことはロットして負けですかこれ。いや厳しい、でも相手も厳しい。どうなるこれ。ほんのちょっとだけ先に相手がやられるのが早かったね。いや危ないよこれ、久々だからってこんなスリル体験したくないわ。本当だぞ、だからお気密は気をつけろって言っているんだぞ。今回はこっちも相手も BT 攻ですね。こっちは PSP に対して相手は PSD だったので向こうにお邪魔ブロックが2段出現しましたね。まあ2段くらいだったら火力に変換されてそんなに意味ないかもね。フィールドを圧迫する量を送らなければ意味がないっすよね。とりあえず安定の橋開けて取り進みで633とかもやってみようと思うんだけどね。向こうの方が火力が作りやすいしリカバリーとかもしやすそうだよね。ただ構築難易度が橋開けより高いんだよな。最近40ラインは全部63済みでやっているから実戦で使うにはまだ遠いって感じか。やっぱりね、フィールドを2つに分けるからいろんなことを考えないといけないのが辛い。しっかりネックストーンいないと綺麗な地形は保てなさそう。本当にそうだよ。でも逆に言えばネックストーンいる習慣を養えるかも。今回は割と気にしないで戦えているからいい感じだね。今のところはでも相手もミスっていないからどちらが先にボロを出すかといったところですね。そんでこの穴を打ちな5段だから一番上は PSD にして、そこからテトリスを打ちたいな。この連携は強いな。でも相手にも PSD があるから決め手には勝てるか。ここは地形を綺麗にしておこうか。一回一段を消してここからまた進んでいきます。って思っていたら思ったよりお邪魔ブロックが照り上がってきたね。DSD でも火力は全然あるな。二段でこの威力は強いわ。あれだろ、テトリス一回分と同等くらいだったか。確かね、バックスバックもついてるからもうちょい多く火力があるんでしょうけど。そういえばぷよとテトでテトリスと DSD の火力に差があるらしいな。なんかそうらしいね。僕もつい最近知ったんだけど。ぷよにおけるタイテトの情報なんか全然知らなかったでしょ。ここ最近いろんな人がぷよテトやり始めているからさ。僕もちょっとやってみようと思ったり。影響をすぐに受けるなお前は。あれだけタイテトに勝てたの嫌いだね言ってたのに。なかなかこの試合は長いですね。ここ一番で決め手にかけちゃうから倒すことができないという惜しいところまでは言っているんだがな。刺され刺され刺され、さすがにこの一手だけでは刺さらないだろうな。相手はここに来て少し地形が乱れてきている。これは一気に決めるチャンス。はよこやいいのテトリスかな。あぶねえ、長引くと緊張しちゃうわ。時間が進むにつれて負けたくなくなってくるからな。よし、2戦目やっていきますか。やっていきましょう。さっきの話の続きなんだけどさ、最近いろんな人がぷよテト始めているよね。確かに多いよな。やっぱり発売日が近くなっているってのが一番の理由なのか。プロのぷよラーの方とかたくさん始めていてなんか嬉しいですよね。タイテトをメインでやっている方もいればテトリスにも手を出している方もいるし、どのみちぷよテト界隈が盛り上がりそうだな。っていうか相手の釣り方すごいですね。めちゃくちゃすごいドネートしていない。あれは何かのテンプレなのかな。あれは多分メカニカル TSD だな。メカニカル TSD とは何ぞや。反映中的に TSD を打つことのできるテンプレらしい。なんかめちゃくちゃ見た目が美しいけど。それな、美しくて強いテンプレってやばくない。メカニカル TSD の特性上あのような地形になるんだろうな。なるほどね。こっちもうまく TSD で火力を送っているけど、それと変わらず戦えているからそこそこ使えるテンプレなのかな。私もあまり詳しくは知らないが、でも一応メタテンプレの括りには入っているぞ。そうなのか。シーグシーグメカニカル TSD か。まだまだ知らないテンプレたくさんあるな。確かに結構いろんな人にいろんなテンプレやってもらったけどまだネタ切れ感ないよね。いかにいろんな人がテンプレの研究をしているかがわかるよな。最近テトリスウィキさんを利用させていただいたりするんですけど、サイト見るとまだテンプレがぐわっと書いてあるから、あれ全て網羅している人もそうそういないと思う。よくあんなテンプレ思いつくよな。そのテンプレを使いこなす人もすごいし、それを生み出す人もすごいわ。感心している余裕があったら自分の規定の心配したら。あ、本当だ、やばいことになっているじゃん。
普通にやられているじゃねえかよ。開幕 TSD、調子がいくない時はこれに限るぜ。相手も同じく開幕 TSD、相手は最初と同じようにメカニカル TSD じゃない？なんだかんだ永久的に TSD 打たれるから強いんだよな。僕ぐらいのレベルだと普通に強いと感じるわあれ。ちょっとまずいんじゃない？地形的に不利になってきたんじゃ。これはめちゃくちゃな地形になる兆しが見えた。あ、段差もずれているし。やばいんじゃねこれ。それでも最後まで諦めない。でもメカニカル TSD 強え。LJ 龍が、シグシグ。わい、メカニカル TSD に完全敗北。相手の方も普通に強かったからね。雑談パートでございます。今日のテーマはなんだ？コンビニのホットスナックについて。ホットスナックね、コンビニといえば。ってところはある。コンビニのホットスナックは美味しいよね。いや買っちゃうよね。ついお腹が空いた時とかマジで買っちゃう。小腹が空いた時とかちょうどいいんだよな。ホットスナックといえばチキンとかやっぱり。チキンか。ここのコンビニがいいとかっていうこだわりとかはあるのか？そうだな。最近はファミマによく行くからファミチキをよく食べるけど、本当は他のところのチキンが好きだったりする。他のところって言うとセブン、ローソン、いや、ミニストップ。ミニストップ。意外なところ出してきたな。ミニストップのホットスナック美味しいんですよね。そうなんだ。あんまり店舗数ないから共感できるストップなさそうだけど。ミニストップのチキンはめちゃくちゃうまい。初めて食べた時思ったもん。このチキンめちゃくちゃうまくね。で、そんなに絶賛するのか。あと種類が豊富なんだよね。チーズハットグとかもあったし。ちょっと前に話題になったやつ。もちろんチーズハットグも美味しかったです。全体的にクオリティ高いよあそこ。なおさら店舗数が少ないのが惜しいね。メジャーなコンビニでおすすめするホットスナックは、ファミリーマートのハッシュドポテトは好き。ハッシュドポテトは好きな人多いよね。売っていない店もあるけど見かけたら買っちゃいますね。それ以外だとセブンイレブンの揚げ鶏とかね。それもチキンだけどな。揚げ鶏って他のチキンよりもジューシーというか食べ応えあるんですよね。あのセブンの独特の揚げ鶏はたまに食べたくなる。七チキは？七チキってあんまり食べたことないんだよな。だからどんな味だか忘れてしまった。それだと比較はできないな。あとは僕はあんまり食べないんですけど、ローソンの唐揚げくんも好きな人多いよね。唐揚げくんは人気の商品だよな。僕の好きなホットスナックはこんな感じです。いかったら皆さんの好きなホットスナックがあればコメントに書いてみてくださいね。次はコメント返しだね。一番好きなのはスキマスイッチの奏でですね。その次がポルノグラフィティのアゲハ調、あとはボカロかな。スキマスイッチの奏でもいい曲ですよね。これもかなりの名曲だよな。だってもう10年前の曲だよね。それで今でもいろんな人に聞かれているのはすごい。名曲はいつになっても名曲なんですよね。ポルノグラフィティも最近ちょっとハマったんですよね。サウダージとかメリッサとか聞いてた。その辺も名曲だよな。好きな曲はセンチメートルですね。イースケさんは彼女お借りします、読んでますか？カノカリ読んでますよ。なんならマザポケで少し先まで見ちゃったよ。あれ単行本税なんだっけ？そうだね。だからマザポケで課金するのはお金もったいないんだけど、ちょっと17巻の続きが気になりすぎて買ってしまった。まあ単行本出るのも先だからな。サカナクションはミュージックがおすすめ。あの曲の良さがわかるまでめちゃくちゃ時間がかかった。あの世界観にハマったら抜け出せなさそう。なんかね、サカナクションの山口さんがマジョリティの中のマイノリティの曲を作るみたいなことをなんかのインタビューで言ってたんだよね。矛盾している言葉だが、言いたいことはなんとなくわかる。その言葉ってサカナクションの曲を表現するのにふさわしい言葉。これで山口さんが言ってなかったら笑うけど。めっちゃ恥ずかしいやつ。2個目。っていうのか、ちなみに好きな曲はシャイニングスターです。魔王魂かな。あそこもフリーっぽくないクオリティの曲を出すサイトで有名ですよね。素材じゃなくて普通に副曲でいいものが多いよな。フリー素材サイトの域を超えてしまっている。というわけで今回のコメント返しはここまでです。次回もコメントよろしくだぜ。よし、最後やっていきましょうか。行くぞ行くぞ。あ、そういえばスケモンプヨカップ。もう最後の試合の冒頭で宣伝するのは恒例イベントだな。プヨスポやっていないんでこっちで宣伝させてくださいよ。言うてもストは集まってきているんだろ。徐々に集まってきてはいますね。じゃあ早く機種と日程と商品言って。もう雑になってきているな。機種はスイッチのプヨスポ、日程は10月6日、商品は Amazon ギフト5000円。参加は概要欄のディスコードの定からだな。皆さんよろしくお願いします。えっとシグシグシグよよい言っててだよシグシグ。さて、まずは相手のミスに助けられて1本を取っていく。これは開幕 TSD いつもですか？そうだね、開幕 TSD でいきましょうか。今日はいまいち NSC 組とかうまくいかないからなんとか踏ん張っていきたいところ。頑張って見どころを作ってくれ。ネタを視聴者に頼り出しているからね。まあぶっちゃけそのおかげでいろいろ好調だったりする。プヨテと生放送やるの楽しいしね。いろんなテンプレ見ることで知識も増えるからね。さあ若干相手がミスったところに自分も絶妙に迷ったせいで地形が悪くなるという展開。決していい地形とは言えないな。とりあえず全員のうちして火力を作ってはいくか。ちょっと無理やりだったような気もするという。この間に相手は完全に立ち直っているから状況はこっちが不利と見ていいだろうな。ディミノが欲しいね。あの水をなんとか埋めたいよね。ディミノ引いてアイミノ引いてテトリス打ちたいね。この TSD 食らうと普通いいんじゃない？うん、スペースがなくなってきたので少し削っていきましょうか。そしてディミノの置き方をちょっと間違えたから窮地がより窮地になっていく。でも案外掘れそうだな。お前らしくないいさばき方じゃないか。僕らしくないってのがちょっと気になるか。
とりあえず相手の攻撃には耐えてはいる。これうまくいけばホリレンも繋げられるんじゃない？全にはならなくてもホリは食い地形ではあるな。相手の火力も相殺しつつ取らないといけないからな。なかなかうまくいかないよね。この辺で火力を持てるのがベストなんだろうけど。あ、でもこれは作りやすい地形だね。ジミーの持っているし、TSD をここで作ったしましょう。あ、そしてこれホリレン結構繋がるんじゃない？アイミノまでか。でもこれで下の穴までたどり着いたな。ちょっと効率は落ちるバイルイノを使って一番いい気がして。だいぶ要件にはなったね。これならまだ逆転も狙えるね。しかもこの穴柄部分を掘れればかなり有利な下穴がっているぜ。効率よく消していきたいな。この地形にいると TD アタックとかか。TD アタックできるスペースある。ちょっと厳しいか、ギリギリか。っていうかそもそもティミノもちょっと遠い。あ。おバカさんね。今のは TD アタックじゃなかったか。発想は良かったと思うけどな。うん。ちょっと判断が難しいところだったね。途中までいい展開だっただけにちょっと悔しいですね。追い詰められてからの立ち回りは悪くなかったとは思う。まあこの試合は切り替えていきましょうか。相手はジェットミノをうまくスピンさせてあれて逆転になるんだな。あれもなんかテンプレなんですかね。なんかテンプレっぽいよな。ちょっとわからないが、一瞬パソコンに見えたからミスったのかと思った。さてここからは SD 組でしたって。これで火力を送っていくぜ。ただフィールドも危なくなってきているから刺さらないように気をつけろよな。相手も効きそうだからここは無理やりでも TSD を作っていく。シグシグよし、最後はしっかり決めました。ギリギリだったけどな。